はい、山寺です。今ですね、かき氷のお店ですかね、なんかちょっと店前にあるんですけど、サラっていうかな、これちょっと名前ちょっとね、サラって呼ぶと思うんですけども、ちょっとわかんないんですけど、今からねかき氷食べると思います。しかも、ね、男2人でかき氷食べるんですよ。ちょっと どうなんですか、ブー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 で、かしらこれ光景ね、ちょっとね笑けてきますよ、ほんまに。まっちゃんとね2人でねかき氷を食べるんですけども、ちょっと変態ですね、完全に、ある意味ね。うん、今ちょっと待ってますので、また出来上がりましたらですね、公開していきます。ですね、先ほどちょっとね、お店の名前ね、サラさんかなと思ったら違います、さくらさんです、さくら。これね、めちゃくちゃ美味しそうですよ。なんかね、食べ方もいろいろあって、真ん中からね、押しながら食べていかないと崩れるということで、もう崩してますけどね、今からちょっと食べていきたいと思います。いただきますね。これね、めちゃめちゃふわふわ、めちゃくちゃふわふわでね、最高にうまいですよ、これ、ほんまにマジで。これね、やばいっすよ、これ。めっちゃ柔らかい、これ。ふわふわ。これね、超おすすめですわ、かき氷の中で、ほんまに。柔らかくてふわふわ、これね、すごい、ね、ギュッと押したら、あのね、完全になんかへこむぐらいに柔らかいでね、あのね、何層にも、蜜がかかってるんで、最後までね、シロップがなくなることないと思いますよ。さっきまでね、暑かったんですけど、なんかね、涼しくなってきました。さっきまでね、暑かったんですけど、なんかね、涼しくなってきました。いい氷はね、多分ね、頭にね、キーンと来ないですわ。なんかね、たまにほら、頭にキーンと来るとありません、来る氷って。これね、今のところね、頭ね、痛くならないですわ。何やろ、違うんかな。今ね、ちょっとね、お店の方に伺ったんですけど、やっぱりね、いい氷使ってるんですって。ほんでね、いい氷使うと頭痛くならないんですって。これやっぱほんまですわ。僕は初めて体験したんですけども、いつもだったらもう絶対に頭キンキンになってるんだけど、来ないですもんね、マジで。これほんと美味しいよ、お店の雰囲気ですね。もうなんかね、自然にこだわった感じで、血糖値の気になる方に、なんかね、糖の吸収を穏やかにするあんこを、作って出してるそうですよ。安い氷言ったらおかしいけど、食べたらもう頭キーンってくるんですよ。もう頭にキーンってくるから、絶対ここのはいい氷やなと思ったから。でもやっぱり違うんやね。結構ね、山盛りに見えて、はい、氷の量はね、UCC の長さなんで、あれぐらいしか氷使ってない。ああ、でもそれでもこんだけふわっとしてるから、ほとんど空気です、
でもふわっとした氷の方が美味しいじゃないですか、うん、やっぱ氷はふわっとした方がいいです。粗い氷はね、粗い削ったやつはあんまり、うん、すごいな思いましたもん。あの蓋しながらのお抹茶とか、はい、うん、ああそっちも絶対美味しいでしょうね。はい、そっちの表面の方ね、一番最のをちょっと考えてはいるんですけど、はい、でもなんか、うん、黒蜜とかそういう抹茶の方がいいかもしれませんね、はい、なんかね、おうちね、安心感があるというか。こちらはね、まっちゃんが頼んだずんだ餅ですね。ミニです、ミニサイズで、僕が頼んだのは堺のね、缶袋でも食べたことあるくるみ餅の氷くるみの方を頼みました。ちょっとね、食べてみたいと思います。くるみ餅いただきました。これもう久々だよ、くるみ餅ね、ほんまに堺のね、缶袋で食べて以来のくるみ餅ですよ。ちょっとね、こちらのやつはね、甘さ控えめにしてるらしいです。いただきます、いただきます。うまっ、うん、めちゃめちゃ美味しいですよ。うん、うまっ、うん、氷のね、冷たい氷とこのずんだのずんだ違うくるみ餅のあんがバッチし合いますね、うん、これね、もう自然派のデザート、うん、しかしですね、あれだけのかき氷食べた後にまたこのね、くるみ餅食べるっていうのはどうか思いますけども、やっぱ美味しいんで、ね、食べちゃいますね。でこのね、時折この温かいお茶、これはいいです。うん、やっぱりね、ほんまに氷がいいからね、頭は痛くならないです、マジで。これ、うん、うまっ、ほんまに美味しいですよ、うん、やっぱりあれですね、美味しいですね、ほんまに美味しいです。ね、大満足しましたね。普通はね、もうかき氷食べたらね、さらに食べるってことはないんですけども、まあ、僕もそうですけど、まっちゃんも美味しいということで、多分ね、これ豚2人ね食べるっていうかね、もう豚2人超えてね、これだけ食べるってことは間違いなく美味しいと思いますね、うん、僕だけのバカ舌っていうか、あんまりこう当てならしたんやったらちょっとわからんけど、うん、抹茶もなんかね、美味しいと言ってますんで間違いないと思います、うん、今ね、桜、甘みどころね、甘味どころの桜行ってきました。ここね、良かった。かき氷がね、めちゃめちゃきめ細かくてすごい美味しいかき氷でした。うん、それにね、くるみ餅ですかね、くるみ餅も食べたんですけど、めちゃくちゃ甘さ控えめでね、これもうまかった。ね、ぜひぜひね、皆さんよかったら来てみてください。そしてですね、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。山寺でした。ではでは。